おばねがす、VTuber の顔ができてないので、まだイラストの石野真紀ちゃんだよ。さてさて今週末、まずは京都のシルクロードステークスですけども、先々週の日経新春杯の時に、中野英二調教師が2月に引退なので、真紀と究極仕上げしてくるだろうと、ブローザフーンに淡幅で乗っかりまして、見事に重賞初勝利を収めましたブローザフーンでしたけども、調教師の方が、定年退職引退なさるってなると、もう周りも騎手の方もめちゃめちゃ気合を入れてくるんだなと思い、今回のシルクロードステークスもアグリの安田隆行調教師がもう引退なさるということで、きっと究極仕上げしてくるだろうと思い、アグリを押させていただきます。究極仕上げって言いたいだけなんですけど、なんでかって言ったら最近ウイニングポストを始めたからです。ではまず